こんにちは、コミーです。今日はこちらですね、スワン糸、前に試し編みをしています。その中のパープルをまず使ってバッグの底を編んでいこうと思うんですけれども、引き揃えをしたくてですね、こちらのオパールサンライズっていうのを引き揃えてみようと思って、こうなっております。ですね、一度編んでみたんですけど、動画を撮ったんですけど、ちょっとサイズがやっぱり気に食わなくて、うわ動画撮っちゃったしなーって思って、すごいちょっと悩みまして、でもやっぱりせっかくのスワン糸だし、もう編み始めてます。最初からやるとまた失敗したら嫌だから、編み直そうと思って、でなんかただねほどくっていうのが私の中で、その撮影した動画もボツになっちゃうし、なんかもう自分の気が収まらなくて、ほどく動画、ほどくところをライブ配信でやったんですよ、 YouTube の。なんだけどこの引き揃えで編むよっていう動画をまだ出してないところだったので、もう超ネタバレなんですよね、そのほどくライブ配信が。だからアーカイブは残さないというライブ配信にしたんですよ。だからそのほどくライブ配信をご覧になった方はこれ2度目ましてということになりますね。はい。でほどいてすぐこの目数を決めて編み始めています。そして撮影に入っています。これはビニールテープで編んだバッグの、最近出来上がったあの白いダイソーの持ち手をつけたバッグの底の目数をちょっと参考にしています。全く同じじゃないんですけど、その目数を見てでこの目数を決めたっていう感じですね。だからもう多分これでほどくことはないと思います。長方形の底にして、でまあ普通のトートバッグも、シンプルなトートバッグの形にしようと思っているんですけど、このパープルが一番私の持ってるスワン糸の中で濃い色なので、これを底の部分と下の方の側面にして、その後このコーンシルクを使ってバッグの本体を編もうと思っているんですけど、ここでもこれを引き揃えていく、もうこの引き揃えはずっとこの1本でいこうと思っています。なのでスワン糸だけが変わっていく感じですね。でこの今ね、家にある糸の中でどれを引き揃えようかなって思った時に、ちょっといろいろ考えてはみたんですけど、まあ細めの糸、そして、段染めがいいなと思ってたんですね。だから段染めでなんかいいのないかなと思って探してたんですよ。でまあ時期が時期なんで、まずコットン系からちょっと考えてみたんですけど、まあ、いまいちしっくりくるものがなかったですね。で、ソックヤーンの中からこれにしました。でこれもコーンシルクとこの緑っぽいのだったら全然何の問題もなく無難な組み合わせだからね、心配はなかったんですけど、この紫との組み合わせはどうかなっていうのがちょっとこう攻めた感じです。だからもしかするとこの組み合わせがいまいちっていう可能性もあるなと思って、
この底の部分だし、編んでみてダメなら引き揃える糸を変えようかなと思って、まあ試し編みも兼ねてっていう感じで動画を撮ったんですね。もちろん底の部分しっかり編んだけど、これはちょっとないなって思ったらほどこうと思いながら編んでたんです。なんだけど編んでみたら、あ、なんか思ってたよりいいなと思って、だからもうこれに決定という、引き揃えるのはね、これで決定というふうに気持ちは決まってます。まあだから一回ほどいてるからねもういいよねって感じですね。はい、だから冬でも使える、まあコットン使ったとしても冬でも使えますけどね。ちょっとじゃあここで飲み物に行きます。今日の蓋付きマグカップ、はい、クライナー、はい、ぬるいほうじ茶、最初に引き揃えをしようと考えた時に、まずどんなのがいいかなって頭の中で考えたんですよね。在庫の糸を見るのではなくて、頭の中でどれが合いそうかなって知ってる糸の中でね、そんな風にちょっと考えた時にフラワーガーデンがいいかなってちょっと思ったんですよ。まあ何種類かありますけど、あの細い感じと、あと色が少しついてる感じと、でうちにあるかなと思って見たらなかったんです、在庫が。でないならじゃあしょうがない、買いに行くのもちょっとなと思って、あるものでやろうと思ったから、まあじゃあフラワーガーデンはなしで、あと良さそうだなと思ったのはシルクインマーブル、キャンドゥの、あれもいろんな色があるし、ちょっと個性的な色だったりもするから結構いけるかなと思っていたんだけど、シルクインマーブルももう家には在庫がなかったんですよね。だから残念と思って、それで在庫の糸をちょっと探したっていう流れなんですけど、まあこれ、この紫とかはもしかすると使い切っちゃうかもしれないけど、他のブルーラベンダーとかミントグリーンは今回のこのバッグでは使わないかもしれないので、まあその辺買いに行けるようならちょっと引き揃えしてみたいなっていうつもりではいます。まあこのね、引き揃えが楽しいですね。いろんな色の組み合わせで、これも本当に思ってたよりも良かったから、冒険、いや冒険っていうほど冒険でもないとは思ったんですけどね、まあ合わなくはないだろうと思ったけど、どんな風な見え方になるのかなっていうのはちょっと想像以上でした。だからあ、いいじゃんと思って、だからね、いろんな糸とちょっと引き揃えしてみたいなっていうのはあります。でこのスワン糸がそもそもしっかりしている糸だから、そんなにこの太い糸と引き揃える必要もない感じがありますよね。しっかりさせるための引き揃えではなくて、もう色を楽しむという感じの引き揃え的な目的というのかな。で2本にしたところで編みにくくなったかっていうとそんなに違いはなくて、1本引き揃えたからちょっと力がいるようになったとかそんなことはないですね。でそもそもスワン糸の色がね、44色だからたくさんあるんだけど、こうさらにこうやって引き揃えていくと、もう本当にいろんな色合いになりますよね。あの前にやった
黒とかネイビーとかに、段染めの糸をこう引き揃えてみるとスクラッチアート的な感じになるみたいな、そういう感覚かもしれないですよね。このパープルの濃い色に色をこう組み合わせていくっていうのはね、攻めるっていうか、それはどうっていうような色を合わせてみるっていうことの楽しさ、もちろんあなかったなっていう場合もあるけど、こう合わせてみないと分かんないっていうのがね、面白いと思います。どうしても先入観というか、まあもちろん無難な色は無難な色っていうだけあって、こう必ず当たるっていうかね、失敗がないっていう意味ではそういう組み合わせもちろんいいんですけど、割とそういう色の組み合わせは誰でもやるっていう意味では被ることもありますよねだとするとちょっと攻めた色っていうのはね、世界に一つになる可能性が高いみたいな、そんな感じもありますね。オパールだからこう毛も入ってるんだけど、色合いからすると夏でも平気そうな色合いではありますよね。よく見るとあ毛なんだねって感じがあるかもしれないけど、多分スワン糸はこれオールシーズン的ですよね。あの季節を選ばない感じがあるから、そんなに重くなくてしっかりするっていうのはやっぱりバック向きですよね。ちょっと完成が楽しみだったりします。まだ持ち手は考えてないんだけど、これだから持ち手はまあ引き揃えじゃなくてもね、このスワン糸を使って編むと、うーん、いいんじゃないのかなっていう気もちょっとしてるんですよね。編み方もどうしようって感じ。それこそこの今回ね、パープルとコーンシルクで本体編むとしたら、ブルーラベンダーとか使って持ち手編むとかね、そういう風にしてもいいかなと思ったり。パープルどこまで使うのかにもよるけど、もしパープルが持ち手分余るようなら持ち手はパープルで編んでもいいかもしれないしね。ちょっと楽しみな感じになってます。多分動画を撮る時にエアコン、窓コンをつけるのが今回初めてかなと思うんですけど、昨シーズンの部屋とは違う部屋になっていて、部屋をね移したからなんだけど、またやっぱ窓コンの部屋で、で窓コン近いし、結局音としては結構入ってるかなって思うんですけど、夏の間多分このエアコンなしでは多分撮影できないと思うので、夏の間はこういう音が、これずっとつきっぱなしというよりもついたり消えたりっていう感じだと思うから、時々ガーみたいな音が入るみたいなことになるかなと思います。2階なのでね、暑いですよね、夏はね、日が当たるから。この丸めてある部分がね、ほどいた分なんですよ。だから この丸めた分編んでたっていうね、それを全部ほどいたっていうわけなので、まあ大きさ途中でね、ああこの大きさじゃないなって思いながらも撮影してたんですよねでもとりあえず編むかと思って編んでて、で撮影終わった後に、いやーやっぱりこれじゃないなーって思って、どうしようかなーって考えていてですね、撮影した分1本なかったことにするなんて、そんなのは動画撮ってる方には全然ある話なんですけど、なんか残念だみたいなっていう気が起きていてですね、はい。でもだから前だったらほどかなかったかもしれないんですよ。そもそも使わない、作ったものは使わないことの方が多いから、とりあえず編み上げるっ
っていうことが第一目的になっていて、だから大きさがダメでもとりあえず編み上げるみたいなことが第一優先になっていた感じが前はあったから、ちょっと違うなって思っても編み続けちゃうっていうことが多かったんですよね。でも使うようになってきた、使うものを作ろうという気になってきたっていう変化で、まあ、そういう場合にはほどくっていう選択肢を選べるようにもなってきたみたいなところで、そう変わったなーって思いながら、これも成長という感じでしょうかね。でこのスワン糸がですね、試し編みの時にもほどいてみるっていうところもやったんですけど、そんなに癖がつかないんですよね。チリチリにならないので、ほどきやすい、ほどきやすいっていうか、まあほどきやすい素材ではあるんだけど、ほどくことに後ろめたさがなくなるっていうのかな、なんかチリチリになっちゃって、まあ私はチリチリになってもそのまま編んじゃうタイプですけど、チリチリになったものをまっすぐにしてからまた編み直すという方もいらっしゃるんですよね。そうなるとすごくほどくことがまたハードル高くなるっていうか、そんなこともあるかもしれないけど、このスワン糸の場合はほどいてそのまま編んでも平気なぐらい跡がついてないですよね。そうだから練習用の糸にねいいんじゃないかっていうお話を試し編みの時にしているんですけど、そう、そんなんだからほどいてもいいやっていう気持ちになれたっていうのはあるかもしれないですね。この長方形に編んだ後は増減なしでそのまま上に編んでいくというつもりでおります。で、往復編みにしてみようかなと思ってます。段の変わり目がそれほど動かないっていうのかな、ずれていかないというところをねやってみようかと。その引き抜きのところがちょっとこちゃこちゃってなっちゃうところが今私の課題なので、ちょっとそこも気をつけつつ編んでみようかなと思っているところです。で、細編みにするつもりではいるんですけど、筋編み、これも一生覚えられない気がする。もう入れるような、その交互に編んでいくっていう編み方もいいかなと思ってたりします。ちょっとそこは後で考えようかなと思っている感じですけど、とりあえずこのパープルで編む底の部分については、細編みかなと思ってます。この段終わったら増減なしでいこうかな。はい、底の部分を編めた感じです。ここから増減なしで編んでいこうと思いますが、今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。34センチですね、前のこのほどいた分の時には40何センチぐらいになってたんですよね。だからこれぐらいで、これぐらいが良かった。ここは10センチぐらい、まあこれはこの後増減なしで編んでいくと少しこう膨らむ感じになりますもんね。で、少しこう高さ、これとこの分で少し紫のまま編んで、その後これとこれの引き揃えという感じで編んでいこうと思っています。はい、ということで今日はスワン糸とオパールの引き揃えでバッグを編み始める動画となりました。もうこれはほどかないです。はい、おしまいです。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ
チャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。